ブレストは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選ン州のシュターデ軍に、属す、マチソンで、ザムトゲマインでハルゼフェルトを構成する自治体の一つである。この町は、ブレスト、ライト、ボーレルストの三つの集落からなる。現在の自治体としてのブレストは1972年に成立した。考古学的出土品やライト集落近郊の石塚は、この域が、戦時代、または、 古代から定住地であったことを示している。ボーレルスト集落は1970年に創設宣伝祭を祝った。ブレストの町議会は旧議席からなる。2016年11月からヨハン・ヘフトが町長を務めている。ズンガラ、この町の紋章は金字で向かって左上から右下に黒い帯で斜めにに分割されている。向かって右上には 緑の藩の木の枝、向かって、左下には一本の傭兵から分かれた二枚の四つ、洋のクローバーが描かれている。ブレストの戦没者記念碑ブレスト集落には新しい建物が多く、古い建物はごくわずかである。ブレスト集落の墓地近くに、両世界大戦や1870から71年の不仏戦争の戦没者記念碑が建てられている。 ここには20世紀後半に建てられたレンガ作りの礼拝堂がある。ライト集落の博物館倉庫では農業器具が見学できる。この街の経済活動は農業が主である。営農家のほか農業関連の店舗がある。この他にロールスロイスのオールドカー専門の修理工場がある。ありがとうございます。